一度知ると深掘りしたくなるレアでコアでマニアな世界。その沼にハマるきっかけは博多阪急のイベント沼ってみらんなんだよ。今回沼を体験するのは何事もあっさり系人間コンバットマン。それでは自己紹介お願いします。はい、博多阪急のライフスタイル営業部で子供服を担当しております松崎と申します。お願いします。お願いします。子供服担当してるように見えないですよね子供の時に夏といえば宿題の鉛筆にちょっと付点がいっちゃって、はい、だから鉛筆って嫌な思い出が子供あると思うんですけど、なんかその鉛筆でなんかこういい思い出をこう子供たちに持ってほしいなと思って、はい、鉛筆の芯をですね、はい、掘ってですね、うん、アートを作るというそんな素敵なアーティストさんがいるんですよ楽しそうですよこれは楽しそうです松崎さん、はい、芯って何ミリの世界ですか。そうです、まさかあの憎き鉛筆がこんな素敵なアート作品にと思ってじゃあ僕が間近でその作品見るじゃないですか、はい、なんて言うと思います。うわーって言う、うわーって言う、うわーって言う、うわーって言うと思いますなんだか全部持っていかれそうなので、ポンちゃん主役の沼人鉛筆彫刻家に早く会いに行こう。あ、どうもこんにちは。あなたですか、鉛筆の芯でアート作品にも作るの。そうです。この人が鉛筆彫刻家平田宗志さん。本職である作業療法士のお仕事の合間を縫って鉛筆の芯を夜な夜な掘り続けるアーティスト。そのアトリエはこんな感じ。なんかちょっとお店っぽいですもんね。いやいやいや、もう後ろ見てもアートじゃないですか。何ですかこれちょっとなんか収集つかなくなってどうしようかなって思いつつさすが沼人アーティスティック。ではその鉛筆彫刻作品早速見せてもらうことに。いや、よく見ないとわからない虫眼鏡。ああすいません、虫眼鏡ないとわからんす。ああはい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 、遠くから見たら普通に鉛筆を飾ってるんかなと思ったら芯がアートになってますね。うーわ細かい作業やな。あ、うわうわびっくりした、このグレー象なんですよ見えんでしょこれ。これ虫眼鏡ですかね、なんとか見えない。なんかこれ象なんですか。実はわからん。わかる。あ、わかるでしょ。目がチカチカするこの黄色いやつのバナナはわかりますね。茶色のやつはこれチョコレートですか。チョコレート、ね、板チョコ。はい、これ緑はめちゃくちゃ小さい。星が先っちょについてるんですよ。これ星なんすか。ちょっと待って、こんなもうできんすよ普通。いやいや大丈夫です大丈夫ですよね、だってできてんですもんねいくら見ても見飽きないミリ世界の不思議な鉛筆彫刻。こちらはマカロニっていう文字。こちらはスプーンとフォーク。これは鍵ですね。わう、リアルだね。これが一番ちっちゃいんですよ。うん、なんだこれ。あ、あ、あ、リス。違います。あ、違う、違う。あれ、あれ。で、なんすかこれ、正解は。崖登ってる人なんですよ。はあ、言われたら分かった。分かりました。虫眼鏡はね、通しても分かんなかったです、僕は。本当です。まあ、でもちっちゃすぎるからですね。あのミッションインポッシブルのオープニングがトム・クルーズがこうやってましたよね。あんな感じですよね。そうです。あ、すっごい小さくて深い沼にはまった平田さん。沼人になったきっかけって一体なに？僕がちっちゃい頃あんまり勉強できる子じゃなくて授業中にこう鉛筆の芯をこうむちゃむちゃとんがらせて友達にこうちょんと刺してみたりとかした。危ない危ないちょっとしたこうモアイとかを作って遊んでたんですよ、はい、でもそれはそれで終わってて、で大人になって13年前にもう似た類の彫刻を作ってる外人さんが特集されてて、はい、うわ、なんで思いつかなかったんだろうっていうちょっと嫉妬でこれ絶対俺にもできるやんみたいな。だから全然できなくて、でそれでまた悔しくなって、はい、もう一本掘るまでやめんぞと、はい、もう何日もかけて折ったりしてやっと一本できるかなっていう頃にはもう次何作ろうっていう感じで沼りましたね。こんな小さい作品を作るから虫眼鏡かなんかですか。いや、裸眼で。裸眼視力は 5.0 とかですかそして今回の沼ってみらん夏の陣では事前にお客様からアンケートを取り平田さんに新しい鉛筆彫刻をオーダー。博多駅
バーが建物建物あそれもあるんですね建築物もあるんです、ね、建築物も、はい、パンダとかパンダイルカ動物だチンアナゴチンアナゴチンアナゴ来ましたチンアナゴなんと約30分でチンアナゴを作れちゃうんだってだって僕ら時代でもう鉛筆削りでしたもんねそのカッターで削るってなんか親がやってるのを真似して、はい、カッターで削れるみたいな自慢みたいなところも多分ちっちゃい頃あったと思うんですよね、うんうんうん、こうやってちょっとずつ出して、うん、上の方から削っていくような感じなんですよねあそうそうか最初から全部出すわけじゃないですねそうですね全部やっぱ出しちゃうと根元からすぐポキっていっちゃって折れやすくなるからそうなんですよだってチンアナゴ初めてですよねチンアナゴ初めてです普通なんかこう写真とか置いたりとかしませんかねなんか見ながらしません何も見てないですよね一回水族館で見たことありますえでも相当前でしょ昨日ちょっと見たんですよちょっともう一回見とけばよかったなって今思ってますなんともすごい洞察力と集中力あこれチンアナゴの頭の部分だちょっと磨いてみてちょっと光沢を少し紙ヤスリとかじゃないんですかあもう A4 の紙ですね普通の紙で磨くんですねそうですうわすっごいちょっと艶が出てきた艶が最後はサインペンで細かい模様を描いたらどうですかえ目開いてますかちょっとねっかわいいバッチリいきましたかねバッチリですこれめっちゃかわいいチンアナゴやり始めたんですけど短い鉛筆ポンポンポン捨ててたんですよ整理みたいな感じででももったいないなって思って学校の先生とかに協力してもらって子供たちが捨てるやつを集めてもらったりとかもう中には歯型がびっしりついたのと使ったやつですもんねこれねでこれはお名前が入ってたりとか本当だなんかその鉛筆鉛筆にこうなんかエピソードがありそうなまあ捨てられるはずの鉛筆がまた新しい形で蘇るっていうところが沼ってますね確かにちなみにこの子チンアナゴじゃなくニシキアナゴでしたへへこちらが改めて作ってくれたチンアナゴ博多阪急沼ってみらん夏の陣ではこんな素敵な平田さんの鉛筆彫刻を見れちゃうよ7月12日水曜日から25日火曜日まで開催です詳しくはウェブページを見てみてね。